ラニは日本の競争馬。日本超競馬として初めて UAE ダービーに優勝しアメリカクラシック3冠のすべてに出走した。馬名の意味はハワイ語で天国、天空。2013年2月22日母馬であるヘブンリー・ロマンスが繋ぎようされているアメリカ合衆国にて生まれた。このため外国産馬扱いとされた。 生誕後に逆輸入の形で来日、オーナーのノースヒルズが運営する大ンヒルズへ入り、競争場への育成を施される。2歳児に松永右業級車へ入級した。騎手時代に母の主戦を務めた松永は、一癖ある血統で自分から走ろうという気持ちをなかなか出さない。それに、フットワークが大きく、スピードに乗るまで上で促してやらないといけない。 でも、いいものを感じさせてくれると評していた。2015年2015年9月13日、第4回阪神競馬2日目第5競争の2歳新馬戦で、デビューしたが、勝馬の名系レジェンドから1.3秒離された4着に、終わった。自走は、阪神競馬場、ダート1800メートルの未勝利戦に出走、単勝一番人気に押されるも0.8秒差の2着に、 敗れた。3戦目の京都競馬場、ダート1800メートルの未勝利戦で初勝利を挙げ、続く東京競馬場、ダート1600メートルのカトレア賞で連勝を飾った。2016年年が明けると陣営はアメリカクラシック三冠への挑戦を表明。ケンタッキーダービーの出走に必要なポイントの獲得を目指し、UAE ダービーへ出走することも、 明らかにした。3歳初戦は、ヒアシンスステークスに出走したが、久々の影響もあって過去着に敗れた。この敗戦により、一時は UAE ダービーへの出走は、困難とも思われたが、正体を受けて出走。レースではスタートで後手を踏み道中は、最後方を進むが、レース半ばからポジションを上げる。逃げた日本からの遠征は、U チェンジを最後の直線で交わし、 日本調競馬として初めての UAE ダービー優勝を果たした。この勝利を受け当初の予定通りケンタッキーダービーに出走することを表明。日本には帰国せずシカゴを経由してケンタッキーダービーが行われるチャーチルダウンズ競馬場に到着した。5月7日に行われたクラシック第一戦のケンタッキーダービーでは20頭での競争の中で 再び出遅れ、最後に追い込んだが9着に敗れた。5月22日に行われた第2戦のプリークネスステークスでも出遅れ、不良馬場をハイペースで進む先段グループから離れた最高峰を追走。直線で馬群の間を割って、懸命に据え、足を伸ばしたが前には及ばず5着に敗れた。そして、6月11日に行われた第3戦のベルモントステークスでも、 全2戦と同じように、最高峰を追走したラニは交渉面から進出を開始。直線で外から猛追したが前には届かず、惜しくも勝ち馬と約一馬新反差の三着に終わった。日本超強馬でアメリカクラシック三冠のすべてに出走したのは史上初である。なお、この時のラニのアメリカ挑戦に対する日本からの注目を受け、2017年より、 日本国内の競争もケンタッキーダービー出走への選定レースとすることが発表された。6月20日に帰国。ドバイ、アメリカと転戦し、日本を離れていた期間が90日を超えたので、100日間の検疫を受けた。また、次年以降に再び海外遠征する可能性は示唆したが、この年は国内に専念することとなった。復帰戦は、 オープン特別のブラジルカップ。2番人気に押されたが、大逃げを打ったカチウマミツバを捉えきれず3着だった。その後、中1周で、ミヤコステークスに出走したが13着。自走のチャンピオンズカップでは、ハンアニ、アオーディとの対決も注目されたが、9着に敗れた。2017年この年も春は、ドバイへ遠征。ドバイワールドカップへの出走を希望していたが、が、 届かなかったため、まずはその前哨戦である、マクトゥームチャレンジラウンド3に出走し6着。その後、ドバイワールドカップへの招待を受け出走したが、優勝馬のアロゲートラアメリカ長競馬が上位を占める中8着に終わった。帰国初戦のブリリアントステークスは4着。続く芝重賞メグロ記念に出走するも17着の大敗を喫した。 そして10月22日のブラジルカップでは、後方からまくり、見せ場を作るも誤着に終わった。その4日後の10月26日、現役を引退することが発表された。引退後は、北海道新日高町のアロースタットで、種ボバ入りする。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づくが、海外の競争の一部情報は、 各競争に示した出展にも基づく。海外の競争の日付は、現地時間。2021年に初年度産区がデビュー。2021年6月17日北海道競馬、門別第 2R をポップツッキーが勝利し、産区の初勝利となった。ありがとうございます。